こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、評価の仕方が変更になります。初心者でも評価が少なくても、商品を高く売れるようになります。という点についてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。まずですね、メルカリの方なんですけど、評価が変更になりまして、良いですね。良いと、普通ですね。これがですね、なんとですね、良かったっていうのがありますね。はい。その次にですね、悪い評価はですね、残念だった。これで変わります。はい。なぜですね、このようになったかっていう理由なんですけど、まあ以前からね、普通っていう評価の意味ですね、どのように評価しているかっていう意味がね、理解とかね、わからないっていうことで、メルカリの方にですね、かなり、お問い合わせがあったようなんで、これはですね、すべてね、なくすということで、まあ、こういった風にシンプルなね、まあ、良かったと、この良かったですね。はい。それとですね、残念。この二つになるようですね。はい。その次なんですけど、まあ、評価のね、方法かなり変わりましてですね、例えばですね、評価、1000件の人といるじゃないですか。これがですね、なんとですね、100件までしかね、見れないですね。なります。で、例えばですね、まあ、以前はね、1000件ある人、1000件とか2000件、3000件、すごい評価ある人いるじゃないですか。で、すごいもう全部見れたんですけど、それがですね、100件まで見れないようになりまして、最近のね、評価のみの判定で行うようです。なので、評価はね、持ってない方、低い方、初心者の方ね、とかでも、まあ、100件、ぐらいの方でもね、100件までしか見えないので、非常に優位性に立てるので、商品をね、高く売れるチャンスができます。はい。なので、その点がね、非常に変わったので、今後ね、利用するときにその点を注意してね、転売を、ね、していただければね、いいかと思います。ただしですね、評価がね、3000とか4000とかね、5000とか1000件とかね、ある方はですね、100件まで見れないので、まあそちらの方はね、優位性が低くなってしまいます。その点をね、注意してね、販売していただければね、いいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE 登録後によろしくお願いします。今回動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。